道具があって、まあ、作業活動に使うものとか道具とか、使う作品に出来上がったものがあってで他に、その場の中に、患者さん他の患者さんもいてということで、1対1、患者さんとセラピストの関係で、治療が進むこともありますし、セラピストは置いておいて作業と患者さんで進むもの、それから、作業を通して、患者さんとセラピスト、もしくは、他の患者さんを通して、その対象者